あ、そういえば、あれさ、昨日、はい、下見行ったんですか。下見行ってまいりました。そう、二人のね、虫王子がね、虫取り王子があの下見をして聞くやん、その現場のね。行きましたよ。一応ね、どういうとこか分かっとかなあかんから、うん、そうです、そうです。まあ、下見も大事、どこにくぬぎがあるのか、ね、そうです、ということはすごく大事ですから。ちょっとじゃあ見せてもらって。行きましたね。ナンピュートライファルフェロニアムローゾノッテジョルノディトルノジラーノ。なにこれ。日暮らしです。日暮らしですよ。かな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 いうやつです。綺麗やね。これ次行っていい。はい、どうぞ。まだセミやで。いや、なんかいろんな撮り方したいですよ。意外と日暮らしってね、こう意外とこう珍しいっていうか、意外とこう捕まえにくい。次、はい、はい、お願いします。はい、これがあのクヌギの木の葉っぱですね。そうなんや。はい、やはりあの山に行くので、うん、コナラの木とか山桃の木とかあったりとか、でクヌギの木があったりで、僕たちが目指すのはクヌギの木ですか。あ、これが一番ザ・スタンダード、ザ・カブトムシコア型の木。何特徴があるの。葉っぱね、どっちかというとこうダラーンとしてるような感じの、はいはいはい、長細いナスビみたいな形です。へー。なのでこれ 見極めるための画像です。で次がクヌギの表面です、ね。ああ、はいはい、幹ね。やっぱ幹が一番特徴的。はいはい、こう表面がこうデコボコしてて、ひび割れてるっていう。そうですね。ギザギザポテトみたいな感じ。で次これ。またセミやね。これ。これの場合は、うん、まあセミがちょうどね。あ、こうすごいすごい、はい。一番セミにとってこう美しい場所ですよ、ね。こっから1週間。こっからです。今から。この次の朝から1週間こいつは鳴き続けるわけですよ。あ、こういうのにも出会えんのね。これ何。これが、まあ、まあ問題作。何これ、木。これね、いや、これナメクジです。はぁ、これこんぐらいあんの。これぐらい。これ生きてんの。生きてます。生きてます。へぇ、だいぶ気持ち悪い。だいぶ気持ち悪い。慣れてないと気持ち悪いかもしれない。で、ようさ、これ見てさ、ナメクジって判断できたよね。ああ、これナメクジや。まあ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 、あるあるなんで。あ、ナメクジやん言うて。え、てか下見やけど本番みたいやったけど。まあまあほぼね、結構2時間ぐらいはもう。あ、そう、うん、回ってましたから。怖っ。これちなみに時間何時ぐらいに行ったの。2時。そうやな、ね、夜中ね。夜中の2時、一番怖かったです。あれ怖かった。あ、そう。鹿怖かった。鹿が怖かった。鹿おった。鹿が出たんですよ。鹿や。鹿とあとコウモリね。そうです。コウモリがコマズバッと。さすがにこの年で、ね、そう、声出ますよね。うわぁ。声出た。出ました。腹の底から。これはおもろそうやね。だからこれやっぱそれは正直だいぶ注意しないといけないことなんで、うん、だから必ず大人の人とね。あ、そうそうそう、うん、で、5、6人で行くからさ、はい、あの多分だい離れんだよ。だいぶだって街灯とかあるでしょ。いや、あの下見行ったとこはないですよ。ないの。ないない。山ですもん、相手は。あ、そう。山、大自然。大自然。ネイチャーですから。懐中電灯、各位置買ってあげます。あ、わかりました。至急ですね、現物至急。至急。楽しみですね。オッケーオッケー、わかりました。もうだから言うて来週ちょうど1週間後ぐらいですかね。ちゃんと準備してね、はい、うん、やってますから。で、まあ、なるべくね、ご家庭でね、うん、そうやね、真似していただければね。そうそう、だから、まあ、ポケモン GO もいいけども、いいけども、リアル虫もハントしてみてよっていう。そうです、そうです。ことだね。そうです。まあ一応ね、俺たちちょっと今回虫取りに行くわけやから、ターゲットそうなんですよ。カブトムシね。あ、はいはいはい、そうです、そうです。まあ全然僕コガネムシも好きなんですけど。ちょっと待って、クワガタ、この図鑑さ、この虫取り王子の田中君のやつやねんけど、丸ついてる。今回はまあこのクワガタとカブトムシをね。ミヤマって、あのミヤマですか。ミヤマですよ。かっこいいな。男の夢やね。あ、やっぱちょっとテンション上がってきたわ。何ですか。遊ばれるかな。オッケー。オッケー。気合入ったのか、壊れたのかよく分からんけど。まあまあまあ、これをね、来週、うん、いよいよ来週です。来週ね、はい、ぜひ見てください。というわけで今日は虫捕りの準備についてのお話でした。ワラトシールでした。バイバイ。